続いてのゲストは南こうせつさん、川口京子さん、そして後藤真希さん、松浦亜弥さんです。いやこれはもう南さんとはもうね何回かお会いしていただいてますけども、ありがとうございます。初めてなんですよ、川口さん。いい声ですよ。声がいいのはもうそれは私は聞いてますけどもね。もう22、3だと思ってたら、はい、そうですか。30歳で、30歳で意外なところ苦節が長かったということで。そうなんですか、はい、ずっとミュージシャンやってたわけでしょ。でもそうですね、はい、あ、そういうもんなんだ。やっぱりやっぱり今あややさんはいくつになられてるんですか。18歳。あややさん、なんか不思議な。あややさん、ラジオではあややとか言ってるけど、はい、今はテレビやから、18になりました。うわしっかりしとるわ。ごまきなんかでも10歳でしょ。19です。はい、ね、早くクリスマスゆっくり過ごしたいでしょ、好きな人と。いやでも毎年結構家族だったりハロープロジェクトのメンバーと過ごしてるので。いやでしょ、ハロープロのメンバーで。なんで、なんでそれ、それはあんなの気持ちなんじゃないですか。テレビ的なコメントいりません。だってあんな女だらけ嫌じゃない。嫌なわけじゃない。嫌とは言えないやろけど、俺たちは嫌として聞くけど。でもいつかそういう人と過ごしたいなと思いますよ。あんまり明確な返事は来てない。そうなんですよ、もうしっかりしてますから、ね、もう無難に答える癖がついてしまってる。柴田言ったもんね、急に女っぽくなってません、松浦さんって言ったもんね。あの1年前にこの番組出ていた時に比べて、はいはいはい、あら、何かあったんじゃないの。なんかですよ、松浦亜弥ですとか言ってしまうんじゃない、これから挨拶。いつまで、今までどうも松浦亜弥言うてた人がどうもこんばんは、松浦亜弥ですっていうんだったら恋したってことだね。ごまき亜弥やミキティが伝説の歌姫たちに挑む聖夜の昭和歌謡ショー。1年ぶりのご無沙汰でございました。お茶の間の皆様は今年昭和42年も楽しいクリスマスをお過ごしなことと思います。今宵その聖夜を名曲でより一層素敵なものにしましょう。それではハッピークリスマスショー、まずは張り切ってこのメロディーからスタートです。ジングルベルマンボ。昭和歌謡史に輝くブギの女王、笠木ごまき。服部良一のハイカラリズムに心躍る買い物ブギ。モダン銀座で待ち合わせるのはミキティこと高峰美希子。そわそわワクワク銀座カンカン娘。美空彩耶の GS 歌謡曲、ブルーコネッツのビートで真っ赤な太陽。
ハッピークリスマスショーいかがでしたか。皆さん良いお年を。演奏はスマイリー小倉と幸福聖夜楽団でした。